団とは軍隊における編成の一つ、軍種により規模、編成等は様々である。団長期95年以降に授与されている。団長期で部隊長が将負の隊長期としても授与されている。富士共同団長及び団長期95年頃まで使用されていた団長期一差指定職たる教育団を含めた全ての団本部に対して授与されていた。 九十五年以降教育団、方面混成団といった位置差が、指揮官の団には、軍機が団機として授与されている。陸上自衛隊では、方面隊、士団、旅団に次ぐ規模の編成である。栄章は、旅団と同じくブリゲード、通常、2個以上の軍及びこれに準ずる、連隊、隊から構成されている。指揮官である団長は、陸将ほまたは一等陸佐が挙げられる。 また、団長を補佐し、団本部内の事務を整理する役職として、高級幕僚が置かれ、一等陸佐または二等陸佐が当てられる。基本的に、方面相関直轄もしくは、陸上相対直轄部隊として運用されている。例外として、一個普通科連隊または、第二師団、第七師団の戦車連隊が同志団等の霊化部隊を指揮下に加えることで、 戦闘団を編成する場合がある。陸上総隊霊下の団方面隊霊下の団普通科連隊、または陸層教育隊教育大隊女性自衛官、教育隊東部方面混成団のみ、陸上自衛隊陶器戦技教育隊北部、方面混成団のみ機関霊下の団、航空自衛隊における団及び同等のものは以下のものがある。A 章はウィング、指揮官である、団司令は、 空将補又は一等空差が開けられる。また、男子霊を補佐する役職として、幕僚長が置かれる。ただし95年以前では、師団長期としての扱いであった通常、団には、団長期が授与され指揮官期として授与及び取り扱いとなるが、混成団の場合は一差が部隊長となる関係で、部隊期としての授与及び取り扱いとなる。 ただし一歳一類のものが着任する場合として、原則として、指定は、方面混成団長。その他は、陸上保の規定人員重足が足りない場合や団から、大変性への縮小予定部隊長に限定される。ハット類は、原則師団例下から混成団例下になった、部隊等。ありがとうございます。